時の人楠本夏香さん、日本経済新聞、朝日新聞など日本のメディアだけではなくニューヨークタイムズ、AP 通信などからも取材を受ける大学生です。先日亡くなった坂本龍一さんが死の間際に東京都知事の小池百合子さんへ宛てた手紙についてご存知の方もいらっしゃるかもしれません。そこには神宮外苑の森を守りたいという熱い思いがしたためられていました。高校生の頃から声を上げていた楠本夏香さんは現在坂本さんの意思を継ぎ、大学生活と並行しながらデモ行進や署名運動などの先頭を走ってらっしゃいます。そしてもう一名が渋谷交渉役場交渉人の山下照俊さん。2024年4月からスタート相続登記の義務化について、深刻な空き家、空き地問題の対策として知っておきたい情報について民法相続登記の観点から解説していただきます。